アズ川は、群馬県を流れる一級河川、利根川の支流である。群馬県アズ郡妻子井村大浅田城の長野県との境界に位置する、鳥居峠に源を発する。アズ郡内を東に流れ、渋川市白井と渋川市渋川の境界で利根川に合流する。水路式発電所が17箇所あり、出力は15万キロワットである。 草津温泉や万座温泉などを起源とする、共産性の水が流れ込み水質は極めて強い、酸性である。周囲の鉱山からの硫黄も含まれ、魚はほとんど生息しない死の川であった。支流には普通の水が流れるものが多く、そこでは、桜スなどが生息する。雪解け水で酸性度が低くなった時に入り込んだものと言われる。 昭和中期に草津町に中和工場が建設され、川に石灰を注入することで水質が安定した。現在は下流部であゆ漁なども行うことができる川となっている。安妻川の流域には縄文時代の遺跡が多数分布する。その中には漁網の重りである石水が発見された遺跡と、それが見つからない遺跡がある。石水がない遺跡はあず川本流沿いに多く、 最寄りの川の水が酸性の場所で水質による量の過否が当時からあったようである。1952年に八ッパダムの建設が持ち上がり、水没予定地の長野原町の地元住民が激しく反発し、酸性派と反対派で町を二分する大問題となった。1992年にダム建設推進を前提とする基本協定書が長野原町。 群馬県建設省の間で結ばれ、1994年にはダム関連工事が始まった。近年の水余りの傾向などもあって、建設にことを唱える人々も少なくなかったが、利水単価が最近のダムとしては安いことや、あず川流域での豪雨に対応した、治水施設のようとなる施設であることから、国や関係都県の行政側では、事業推進の姿勢を長らく崩さなかった。 2009年の民主党政権の誕生により9月17日、当時の鳩山内閣の国土交通大臣であった前原政司が就任会見で八ッパダムの事業中止を明言。公共事業見直しのシンボル的扱いとして一旦工事が凍結され、先行きが一時不透明となった。しかし、2011年12月22日、当時の野田内閣の国土交通大臣であった 前田武氏が八っパダムの建設再開を表明し、2015年1月21日から本体工事開始。2020年3月31日に完成し、これにより形成されたダム湖は八丁阿が、妻湖と命名されている。流域面積の98%を群馬県安洲郡が占める。長野原駅前大橋。ありがとうございます。